40歳以上の婚活者専門フッサオナコード木村直樹です。今回は私の婚活パーティー体験談について話をします。私は35歳で婚活を始めた時に結婚相談所のお見合いの他に婚活パーティーにも参加しました。銀座のレストラン、六本木、新宿など高級ホテルのパーティールームを貸し切って男女50名程度の立食スタイル、また前日軽井沢のホテルでパーティーをして宿泊、翌日ゴルフのイベントスタイルなど10回以上参加しました。私は婚活パーティーに良い印象はありません。結果が良くなかったからです。10回以上婚活パーティーに参加して2回だけカップルになりました。しかし2人とも1回目デートで交際終了になりました。結婚に結びつくことがなかったからです。婚活パーティーの良い点は確実に相手と会える、話ができることです。婚活しましょう。そして新しい人生を歩み始めましょう。